はい、一応取り付け途中なんですけども、これつけるときにここにこのシールテープっていうのを巻き付けなきゃいけないらしいんですね。で、説明書書きにそう書いてあって、でホームセンターで今65円ぐらいで買ってきたやつなん でこれを取り付け、これをここに取り付けて、でそこにつけていきたいと思います。はい、とりあえず巻いてみました。これでやってみます。で、この穴に取り付けていきます。どっち回りなんだろう。あ、こっち回りだ。きつい。以上回んない。こんなもんでいいのか。とりあえずこれでいいと思われます。で、次ここの水抜きバルブっていうのを取り付けます。3巻き、1、2、3で、これを取り付けます。しまった。きつい。とりあえずこれで。で、今度こっちの解体やっていきます。ここのなんか銅管だか鋼管だかわかんないけど、これが給湯器に繋がってるんで、これを外さないとこれどかせないんで外します。なんか銅管と鉄管によってもなんかここのつけるやつが違うらしくて、なんかこれが自分にはどっちなんだかわかんないです。鋼なのかどうなのかが、なんかこれ見れば取り付けてあるこのナットが違うらしいから、これを比べればわかんのかなと思ったけど、でこれで取り外し完了で、ここに新しいやつをちょっと持ってきます。線の先っちょについてる白いのがそろばん玉っていうらしくて、でそろばん玉ついてるのは銅管らしいです。なんでまあ先端の色見れば銅の色なんですけど、一応銅管ということでこんな感じですね。このそろばん玉ついてるやつは銅管なんで、ちょっとこの新しいやつそろばん玉あるんで、これ付け直して接続したいと思います。なんかこれで鋼のやつがフレアナットっていう、なんかフレアがつくのが鋼管の方らしいです。で銅は何もつかない方っていう呼び方があるらしいです。ちょっと取れないな、ちょっと待ってください。は
はい、取れましたんで、じゃあこれを付け替えていきたいと思います。なんか取れないな。ちょっと先っちょに来て。あ、抜けた。素晴らしい。素晴らしいけど、同じ圧力で今度入れてやんないといけない。一応多分向きはないですね。両方とも同じ形なんで、両方ともなんか丸くなってるんで。あ、すんなり入った。すごい緩い。まあ、入れます。とりあえずこんな感じでつけました。で、これに灯油を入れて、ちょっと灯油ボイラーをつけてみたいと思います。はい、とりあえず9リッターぐらい入れてみました。で、ここ止めるになってるんで、灯油ボイラーに送っていきます。はい、で、ここつなげてんで、ここのボイラーも電源つけて、で、とりあえずこれからちょっと水通してお湯出るかな、試してみようと思います。で、実はさっきちょっとやったんですけど、で、これでちょっとお湯出してみますね。で、こんな感じで動いて、で、ここがちょっともうパイプ水漏れしちゃってんですけど、でもここから出るのはもう紛れもない熱いお湯なんで、ボイラーは生きてるってことで、あとこの配管だけ修理すれば OK ですね。ちょっと水垂れ流しなんで、すぐに止めます。はい。